出てきますので、最初はまあ、これは普通にこういう感じで、で2回目はそこにスタッカートが最初の音についてるんで、そこをちょっと少しスタッカートを見せて、で下の音はつなげるような、これも提案ですけどもね。ペダリングとね、なんていうのか、指揮が僕はこれちょうどマッチしてると思うんですけど、一番最初のちょっと毛羽先生 のペダルをずっと見せたんですけど、まあシフトペダルは踏んでるし、いろいろやっておりまして、あれは子供は無理だろうなと思いましたけど、それはともかくとして、頭をね、あ、ごめんなさい、タンデロでトンドンってあった時に何を軸音として自分が思ってるか。